アメリカ合衆国移民、関税執行局は略して、アイスとも呼ばれ、アメリカ合衆国の移民法及び関税法を執行し、米国内の多国籍組織及び外国人の犯罪及びテロ行為を調査することを目的とした、米国連邦政府の国土安全保障省に属する機関である。アイスは四百を超える連邦法のもとに執行を行い、入国管理の執行、テロの防止、 人ともの,の違法内道との戦いに焦点を当てている。仕事の内容は、米国の安全に関する捜査及び執行、排除活動に集約される。アイスは、米国の大使館などの海外代表部に置くアタッシェと連絡を密にしている。アイスは国境を巡回するわけではなく、それは、アイスの姉妹機関に当たる同省の税関、国境警備局が担当している。米国移民。 関税執行局は2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて翌年の2002年に成立した国土安全保障法に基づき2002年11月に国土安全保障省が成立しさらに2003年3月1日に機構の再編成により捜査関係を集約して成立した移民関税執行局は不法入国不法滞在者を炙り出す おとり捜査も行う。例として、実在しない架空の大学、ファーミントン大学のホームページを作成し、2019年までに同大学への入学を口実にビザを取得、アメリカ国内に滞在した外国人、ブローカーら約250人を逮捕する、極めて大掛かりな捜査を行ったことがある。ありがとうございます。